なんか石田純一が荒れてるみたい。なぜ荒れてるのか。ちょっと次の報道の一部を見てみてよ。石田のある知人は最近の石田氏についてこう語る。数週間前に石田さんと食事をしました。その席上で離婚するかもしれないとこぼしていたんです。明るい石田さんですから、いつもの冗談かなと思ったらどうも違ったようで。原因を聞くと、夫婦ならいろいろあるじゃないですかと悩んでいる様子でした。自宅の売却を検討しているのも、財産を整理する必要が生じているからなのでしょうか。その本心がどこにあるのか確かめるため、12月上旬の某日、石田を直撃した。すると、あなたたちに話すことは一生ありません、もう来ないでいただけますかと激高。そしてこう断言したのだ。家庭は崩壊しています。はい、家庭も全て崩壊してますから帰ってください。これまで石田は多忙の中でのメディアの直撃にも神対応することで知られてきた。そんな彼が取り乱すほど家族のことで悩んでいるのか。スミレの結婚について石田はこんなことも口にしていた。スミレには自分のようにはなってほしくない。ちょっとこれは身勝手ですけど。石田なりに娘を思いやった言葉が家庭内の深刻な状況を物語っていなければいいのだが。ものすごく荒れてるでしょ。まあでも、ここまで追い込まれる状況を作ったのは結局は自分なんだけどね。何せコロナで自粛しなきゃいけない時期にどれだけ身勝手な行動を繰り返し世間をざわつかせたのか。本人も自覚はしてるだろうけれど。そんな石田氏に対してはネットでも次のような厳しい声が飛び交ってるみたい。何一つ同情する余地がない。コロナ中何度怒られても遊び行ってたの草だったわ。誰一人同情せんだろうな。この人でも怒るんやな。いろいろ能天気だから気にしないと思ってた。自分もかかって苦しんだはずなのに反省ゼロで遊びでかける神経ってやばいよな。芸能人やってたら一番大切なことを守れないのはしょうがない。リコちゃんかわいそう。リコ、よう我慢したな。自分で殺しに行ってる割に自覚一切ないのが見てて辛いわ。石田純一って人が良すぎてノーと言えないんだろうな。好き放題で生きてきた結果やけど何か切ない。あんだけメディア利用して好き勝手やってたやつが自分が苦しくなったら取材拒否か。まあ自分が招いた今だとしても、石田純一には小さな子供もいるからね。子供のためにも離婚はしてほしくないよね。家庭は崩壊していますと開き直るのではなく、これまでの自分の身勝手な行いを反省し、そして糧にし、真面目に仕事に取り組む。そして家族のためだけに精一杯努力をすることが大切なんじゃないのかな。まあそれができなかったから今の惨憺たる状況があるんだけどね。とにかく石田純一は人のせいにするのではなく自分自身が猛省すること、ゆるパンダはそれが大事だと思います。何事も諦めずに自分を変える努力を行ってください。とは言っても年齢が年齢だけに今更変われないかもしれないけれど、まあ頑張ってください。